ブリッジリングがすげえ増えた。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 ブリッジリングが一気に増えた。スキルドムーバーにアップしました。ムーバー級グレード2。未知の道具が一部同期されるようになりました。ストランド契約数が増えました。自分の建物に協力希望をつけられる数が増えました。いいねを送る際に受付時間が7秒延長されました。エキスパートムーバー。他のプレイヤーからの同期量が 10% 増えました。ストランド契約数が増えました。協力規模をつけられる数が4になりました。受付いいねを送るの受付時間が8秒に延長されました。ブリッジリンク一気に来たね。トロフィー、長距離踏破の配達人。ストランド契約ってどうやって結ぶんだろうな。これかな、ブリッジリンク。あ、これだ。キャットヒーローさんに申し込もうか。キャットヒーローさん61レベルエリートハンドラー、まあ、ちょっと僕よりもあれかな、まだ始めたばっかりの人かな。多分前のエリアでやってる人かな。これやってみようか。これストランド契約する。これどうなるかちょっと様子を見ましょう。わあ、山の上だな。あれ山の上ですね。今日はたどり着いたら終わりましょうか、それとも帰るまでにしようか。何これ、このポイント、雨宿りポイントかな。メモリーチップ。サム、はい。道中でメモリーチップを見つけたら、配送端末を使って渡してほしい。はあ、メモリーチップにはレアなデータが入っている。なるほど。きっと誰かが欲しがっているはずだ。なるほどね。そしてあそこにミュールの本拠地あるね。やばいですね。ミュールのエリアですね、これ。そこがミュールの本拠地ですね。さて、そろそろ上に登るルートを探さなきゃいけないんですけど、どこにあるんでしょう、これ。ミュールポストめっちゃいっぱいあるんだけど。やべえ、敵だらけじゃん、ここ。あそこ車走ってるね。あれ、やば、ミュールの車走ってる。やべえ、すげえいっぱい降りてきた。これバレてんじゃない、これ。これ川か、この音。ここ川だね。どうやって登んのこれ。
来たかな。よし、お、一応同じ高さには来たぞ。よし、お、着いた、着きました。荷物を納品します。常備薬を納品。ありがとう、待っていた。君たちは命綱だ。たった一人の私でもここまで命を繋いでくれた。あ、これ一人しかいないんだ。それは何の見返りもなく配送してくれる君たちのおかげだ。いや、いいねをくれればいいよ。どれ、薬の状態はどうかな。一応何も悪いことしてない。おお、たっぷりある。すごいな、ありがとう。おじいちゃん、ここ一人で来てんの、すげえな。それエルダーってそういう意味か。おじいちゃんってことか。3キロ、エス。さあ、おじいちゃん、おじいちゃんどうかな、加入してくれるかな。なんか良さそうだけどね、人は良さそう。ああ、君はフラジャイルエクスプレスの代理なんだな。もうあんなテロみたいなのは勘弁してくれよ。創業者の後を継いだ娘のフラジャイルが別の配送業者と組んでからだよ。この辺りはなんだか物騒になってしまった。なるほどね、そういうことだ。ミドルノットの爆破にはフラジャイルが関わっている、そういう噂があるが、全くの。ああ、この人は不信感持ってるんだね。ある意味で彼女も被害者の一人なのかもしれないが。だ、そうだよ、そうだよ。バイラル通信をつなぎたいっていうのか。そうです。あんたたちブリッジズとの契約なら構わんが、いや、CA には加盟しないよ。それでもよければやってくれ。よくわかんねえな。まあいいか。結果オーライ。フラジャイルから話は伝わっているようだな。UCA に加盟せずブリッジズと契約する場合は、その場所にカイラル通信を接続するだけということになる。なるほど。契約者はブリッジズによる配送サービスを受けられる。それからカイラル通信のインフラや機能を使うことができる。互いに技術を交換して新しい装備を開発したり、相互の情報を見ることはできない。なるほど。つまり我々との情報共有はなされないということだ。なるほど。君はその場所ではカイラルプリンターで出力された機材を受け取ることもできない。なるほど。できれば UCA 加盟までこぎつけることが理想だが、カイラル通信をつなぐことができれば最低限の目的は達成したことになる。なるほど。いつか UCA へ加盟してくれるかもしれない。なるほど、有効度を上げて。契約に必要なキューピッドは配送端末が自動的に選定する。なるほどね。それではキューピッドを接続してくれ。なるほど。あとは有効度を上げてなんとかすると、そういうことだね。なんとか橋かけられないかな、ここ。はい、エルダー契約を結びました。カイラル通信を接続して、プレイヤーのが見れることになりました。彼女の組織は大きくなりすぎた。この時代、私たちも運ぶ方もこじんまりとするべきだ。君はそうは思わない。いや、そうは思わないな。よくわかんないけど。またあの時代の過ちを犯してしまう。言うな、それを言うな。それを僕に言うな。連合、共和国、異なる人間たちが一つにつながるなんてカオスだよ。勘弁してくれ。すまん、人と話すのは久しぶりでな。このおじいちゃんね、多分ね、有効度上げれば仲間になってくれるね。それじゃあまた。よし、頑張ろう。このおじいちゃんの依頼をいっぱい受けよう。